新川です。本日も頑張ってまいりましょう。コメントいただきました。カラスさんですね。これちょっとびっくりしました。はい、私蒸しラップ昨日使ったんですけど、まあ似たようなものとちょっと成分が違いましたけど、風紋っていうのもやっぱり物理攻撃肝閉塞系でありますね。 500ml1000 倍、1000倍って結構肝閉塞系で1000倍は大きいですよね。1000倍だから要するに蒸しラップは500倍で3500円ぐらいなんで、ちょっと安い気がしますね。うん、蒸しラップ1リッターで3600円、3500円以上いってたと思うんで、なるほど、ローテーションしてて。それでびっくりしたっていうのはサフオイル、まあ、以前カラスさん、多分カラスさんからだと思ったんですけど、ずーっとタグで残ってて、ずっと買おうと思って保存してたんですけど、殺卵、卵も殺す粉ジラミとか、肌にとか、それびっくりしましたね。やっぱいいもんなんです。値段も高いんでしょうね。で、カラスさんはその、風紋とサフオイルを交互にやって、退治してるっていうところですね。びっくりです。ちょっと気になったんで、明日あたり、農協に確認します。それから、クラハドールさんですね。うん、炭素病。私は、去年か一昨年の抑制の最後、炭素病を出してしまって、その時使ったのは、トップジン M ですね。なんかトップジン M は治療効果もありそうな気がするんですよね。ダコニールとか、ベルクートでしたっけ？その辺は炭素病入ってるんですけど、予防。だから出ちゃったものの治療と予防って形で、そういう液剤を2個混ぜるっていうのも手なんですけど、あとは、ダコニールとアミスタオプティは多分ダコニール、アミスタ入ってるんで、予防ですね。昨日、銅剤も固めちゃうだけっていう感じもするんで、やっぱストロビーか。春菊にはストロビーって言われましたね。ストロビーフロアブル。ストロビーフロアブル。で、トップジン M か、ストロビーなのかな。私はトップジン M でいいと思うんですけど、おすすめ。まあ、使ったことがあるのがトップジン M。はい。ストロビーもめったに使わないですね。そんな回答でよろしいでしょうか。まあちょっと専門農薬なんで、プロが使う農薬なんで、ちょっとその辺のトップ GM はホームセンターとかで売ってますかね。それからテンバットさん、すいません、アイコン、テンバットさんのアイコンのハウス、このトマトのハウスはのことじゃないですよね。このビニール灰で貼り直すっていうのは、なんかこれをイメージしちゃってるんで、今ちょっとですね、そのほぼ露地状態のトマトハウスがよく分かんなくてですね、はい、して遮光もされてるんですね。防風ネットと寒冷車で被せてるんで遮光もされてると。なるほど、どんな状態になってるんでしょう。また近々ビニール貼るんですもんね。パイプハウスかなんかの話ですかね。このアイコンのやつは、これは立派なハウスですよね。これもパイプですか？ちょっとちっちゃくて分かりづらいんですけど。それからそう、私がこの間言ったキュウリを吊るすときに使ってる、茎タッチって言うんですね。220個で5000いくらだから、やっぱ、普通の洗濯バサミが1個10円ぐらいなんで、その倍以上するんで、やっぱちょっと高いんでしょう。ですね。あれでも楽そうって言えば楽ですね。専用、吊るすのと、ピンチ。まあ、ピンチはピンチ。でも、ピンチもあれでやる感じかな。クキタッチで。ピンチして、あれで止めとくみたいな。で、下は取っちゃうみたいな。フルコン、紐で縛ると、そっから病気になるっていうのが、毎作やっぱり何本かあるんで、本当はあれ取りたいんですよね。紐で縛ったところは。で、縛ると、やっぱり、そこで圧迫されるんで、キュウリにも良くないのかなっていうところで、まだ改善の余地はあるのかなと思ってます。まあ、経費と、あと手間ですね。時間、早くできるんであれば、そんな高くないんであれば、茎タッチとかでクックってやってもいいなと思うんですけど、速さ。まあ、速さ重視でいくと、やっぱ経費はちょっとかかっちゃうかもしれないですね。まだ、いいのがあれば、教えていただきたいって感じ。
それからキュウリュウジンさん、あ、キュウリさんもナスのこと分かってますので教えていただけると。小さい頃はナス嫌いでした、でも今は好き。小さい頃から僕別に嫌いじゃなかったですね、ナス、うん、ちょっと苦い系がやっぱりピーマンとか、まあ、嫌いだったかなと思いますね。ナスは昔からそんな癖もなくて美味しかったな。浅漬けとか食ってた気がしますね。うん、雪男王さんですね。これそう、ナスが大量に収穫できてよかったですね。そっか、僕もキュウリ昨日からすごいバンって増えたんですよ。水をくれまくってたん で今日ももうびっくりするぐらい切れました。はい、びっくりしちゃって、もう予定がズレズレになっちゃったんですけど、もう正直ですね、もうグダグダ状態になっちゃってまして、明日から真面目に本当にやんないといけないですね。格屋根ハウスです。はい、もう脇芽が3節ぐらいになっちゃってまして、それからですね、この野菜処理乾燥機ですか、野菜の生ゴミの、うん、溜まってますね、肥料袋3体。これはもうそのまま畑に撒く用なんですよね。うん。ですよね。早めにまあ土に混ぜておいて、肥料、堆肥っていう形ですかね、植物の。うん、いい肥やしになると思いますね。まあ、なんかこれをさらになんか腐葉土とかと混ぜて熟成させておくともっとさらに良くなるのかなと思うんですけど、そもそもまあ乾燥してるんで、うん、そんな悪さはしないですかね、そのまま土に入れちゃっても、うん、野菜くずですしね。はい、いい、私もできればやりたいですけど、まあ食事炊事に関してはお袋に任せてるんで、はい、そこまで手は、うん、出せないですね。なんか緑色のなんかこういうポリタンクみたいのがあって、なんかいろいろ入れてみたいのがちょっと外にぶん流ってますけど、一時市から配られたかなんかで流行ったんでしょうね。生ゴミとか落ち葉とか入れて堆肥作って畑に入れるみたいな。うん、私が東京からこっち戻ってきた時はもうすでにあったんで、もうブームは過ぎてたんだと思いますけど、まあ家庭菜園とかも流行ったんでしょうね。今もまあ流行ってると思いますけど、うん、再利用リサイクル、うん、昔流行りましたもんね。まあ今も流行ってると思いますけど、家電から何から、はい、まあその考えは私は好きですね、うん、全然やってないですけど、エコファーマーどっぷりですけどね。それからシロさん、スピノエース下流水和剤巻きますか。うん、なんかですね、もう薬酸ポリタンクに水溜めて薬酸するのがめんどくさくてですね、特に丸屋根に関しては、もう角屋根もそろそろ予防でやんなきゃいけないんですけど、なんだろう、で丸屋に関してもつるが上の方に行っちゃってて、で半分ぐらい枯れてるんで、なんかダメですね。でもやりたい、一発やりたいですね。アザミウマ、ハダニ、アブラムシ、コナジラミ、全部もう天敵もういないんで、がっつり効くやつ一発やりたいですね。ただいつまで引っ張るかって、8月いっぱいとかだったらもういいかなとも思うんですよね、このままでも。はあ、やるなら近々、ただ今相場がいいと言ってもそれで1万も2万も農薬代かけちゃうとちょっともったいないかなっていうのがあるんで、今地味にこの部分防除とか、あとパストリーゼで対応してますけど、うん、はい。それから、はい、 Facebook 塚原さんですね。まとまった雨が全く降らず、ちょっと昨日降ったかな、台風の影響で害虫多発してますと。ロジナス、コナジラミも最盛期ですねと。でスカッシュを混ぜてるんで、アブラムシは目立つ被害はありませんと。なるほど、スカッシュを、スカッシュもそっか、あれもベタベタするんで効いちゃうんでしょうね、アブラムシに。うん、それからローテーション、アブラムシ、これはなんだろう、コナジラミの薬剤ローテーションですかね。モベント、アルバリン、トランスフォーム、トランスフォームって新しいやつですよね、去年とか出たやつ、今年かな。トランスフォームはアブラムシとコナジラミに卓越した殺虫効果があるんですね。なるほど、うーん、あ、モベントと、モベントどう効きませんか、なんだかなって感じなんですね。予防的な感覚、モベントとアルバリンは。でトランスフォームで仕留める感じですね。
なるほど。名言シーンのガムランっぽい曲良かったです。だからあれ神秘的な曲みたいな私登録してあるんですけど、てん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 みたいな感じですよね。ガムランって私ちょっと知らなかったんですけど、インドネシアの、あん、まあそうですね、ああいう雰囲気ですよね。うん、神秘的な雰囲気。疲れてイライラしてるときは風呂場でガムランを低音で聞いて瞑想か、瞑想してますと。ああ、わかりますね。ああ、なるほど。そんな、そっか。ああ。なるほど。それ確かに、うん。イライラ。カルシウム不足ですかね。うん。積極的に、小魚系を取っていきましょう。はい。ということで、本日頑張ってました。最初はピッコピッコ、じゃんけん、チョキ、じゃまた。